今日立憲民主党の野田代表は日本維新の会の馬場代表と会談し総理を選ぶ来る主犯使命に向け協力を呼び掛けました決選投票になればあの野田良子子と書いていただくことをおまあ協議してほしいと一応まあ今日初めてお聞きしましたからあの受けたまわりましたという状態なんで情勢が混沌とする中 鍵を握るのは議席を一気に4倍に増やし28議席を獲得した国民民主党ですが立憲との党首会談を断りまた与党の自民・公明に対しても連立入りはしないと明言する玉木代表が徹底して求めるものが私たちが欲しいのはポストではなくて選挙で約束した手取りを増やす。 国民の懐を潤す経済政策の実現が欲しいんですよと与野党がどこまで国民民主党の政策を受け入れられるかが焦点となっていますその国民民主党が実現させたい政策それは所得税の控除を103万円から178万円に引き上げる 103万円の壁の壁撤廃です玉城代表は控除額が75万円分拡大すると年収500万円なら年間13万2000円の減税効果があると主張他にもトリガー条項の凍結解除によるガソリン代の負担軽減や消費税の5%への減税高校までの教育無償化などを公約として掲げています。 国民民主党が掲げる政策、このようなものがあるんですが、どこまで実現できるんでしょうか、街の皆さんが期待するものは。これ、今、ほんまに私、これやんね、103万円、あ壁ね困ってます、どこまでの年収を稼いだら、はい、得なのか、損なのかとか、<ー>いろんなこと言うてるじゃないですか、物価も上がってるし、稼ぎたいなみたいな。<laughs> トリガーが微妙。言ってほしいけど、うん、ガソリンの値段って高いですよ。高いよ。もうマスコミはもう言わへんなったよ <laughs> いや、あの、一ヶ月というとったけど。ね、も今全然下がってへんのに、ね、なに、はい、実際言わへんかったら。高校まで完全無償化っていうこの政策、全国に広がるってことに関してはいかがでしょうか。まあ、でも、無料になるってことで、多分、その教育費っていうのが、多分。

でも本当に実現できるのでしょうかスタジオで深掘りしますはい、自民公明と部分的に連携することによって国民民主党の政策実現する可能性があるんですがでは青山さんに聞いていきたいと思います、はい、看板政策ですよね年収1 0 3万円の壁の撤廃、はい、実現の可能性いかがでしょうかこれはですねもう、うん 玉木さんにとっては一丁目一番地なんですね。逆にこれが実現できないようだったら、はいうん、玉木さんがこの自公政権に協力することはありえないので、はい、これはまあ多分間違いなく飲んでくると思います。なるほど、ね。これがね178万円っていう玉木さんの主張通りなのかどうかとか、あと例えばこれね結構こうこ高額収入の人にもプラスになっちゃうので、はい、そのあたりどうするかとか、えー、そういう立て付けはちょっと変わってくるかもしれませんが、はあはあ、まあ撤廃というかああの引き上げていくということに関しては間違いなく合意はできると思います、ね。ただこれ国とすると税収、はい。 は下がりますよねそうですね、あのこれ、いろいろ立て付けによって変わるんですが資産によるとやっぱ8兆円ぐらいの税収、<ー>そうすると、ね、消費税3%分ぐらいになるんですよ、<ー>結構大きいんですね、だから財務省なんかはかなり反対しているんですが、はい、すただこれぐらいやらないといけないし、玉木さんはやっぱり税収が最近増えてますんで、うんうん、それを国民に還元するんだという主張をしてますすねね、うん、なるるほどど、はい、次でで、ねはい、トリリガガー条項凍結解除ガソリンのの税ここれれれが軽減されるのかどうかうは,い、これはですね。 かなり自民党内にやっぱり反発強いんですね。まあ、ガソリン代が高いのはもうおっしゃる通りなんですけれども、一、ええ、回これ軽減しちゃうと、ええ。はい もう元に戻せなないと上げるるもも相当反発はあででしょうううそんす一回、じゃあ,あの、少しガソリン代下がったから、バンって上げますって言いにくくなるじゃないですか、はいはい、だからやっぱり補助金でなんとかしたいっていうのが自民党の本音なんですね、はいはい、このあたりが大きな、まあ、焦点になってくるかなとは思いますこれ、前ね、自民と公明で協議しましたけれども、決裂、はい、しました、今、キャスティングボードを握ってるのは国民民主となっても、それでもやっぱり難しい、うん、そうですね、ただまあ、玉木さん、はやっぱりこれ、売り手市場ですから、今、今やっぱり強気でいけるんだったら、やっぱりここぐらいまではなんとか。 飲まませるんじゃないいかとも思いますね実現できれば玉木さんの株は上がると、うんね、いうことですよね、まあこれまでずっと主張してきたことですから、はいはい、そして最後、ですね、うん、これはどうか消費税5%に減税こ、ね、これはもう自民党内からともこんな感じ言、ねえー、あの私もあの自民党の執行部にちょっと話聞いたんですけれども、えー、これを言ってきたら逆にもう、協議が難航して、えー、難航している姿を国民に見せて。ああ もう消費税を5%にしたらやっぱり例えば社会保障とか立ちいかたくなるということを主張して。 やっぱり野党が強くなるとこんなに大変なんだと国がおかしくなるってことを訴えて参議院選挙につなげたいみたいな話う自民党がこれだけ難しい局面になってますよということを訴え選挙結果がこうなると大変なことになるっていうのに使いたいみたいな話も出てますからあ<ー>まあこれね、ね玉木さんまずすぐには言ってこないと思うんですよ、うん、来年ぐらいになって徐々に主張してくると思うんですけれどが、はい、この辺りはですね,ねまあその石破政権がどこまで続くかどうかの大きな実は試金石というか、うん、え分水嶺になってくるかもしれません。 これはやっぱりカードルは高そうですよね。はい、あの言ったらね、そのさっきもありましたけども、うんはい、国民民主今確かにキャスティングボード握ってるけれども、うんうん、一度ね、その過去にトリガー条項をめぐってははしごを外されたっていう経緯もあったじゃないですか。ねはい、そういう意味ではどこまでこれ信頼してこう交渉をやっていくのかなっていうところが私としては謎というか疑問なんですけど。うん、そうですね。ただあの以前と全く状況が違うのは、今回やはり自民公明は過半数取ってませんから、じゃあ国民民主党がじゃあ内閣支持が 出しますと言って野党が同調すると石破さんはそれで。 対人化総選挙をまたやらなきゃいけない、そういう状況にあるということで、まあ、全く状況は違う、やはり自民党も心身は対応しなきゃいけないのは間違いないと思いますね、うん、これ、部分的に連携するっていうふうに言ってますけど、ゆくゆく自民、公明と連立する可能性っていうのは、ありますか、はい、それは自民党はね、やはり連立してもらった方が政権は安定するので、それを徐々に狙っていくんですけれども、はいえー、ただね、やっぱりそこで気になるのは、選挙結果、この前のね、うんはい、やはり国民が自民、公明の連立政権を 信任しななかったという結果なんですよそれのやっぱ延命に手を貸す連立というのは、うんうん、やはりどれだけ政策がある程度実現するといっても、ねうん、簡単にはできない、うん、その辺りはやはり国民民主党も慎重にならざるを得ないとは思いますね。 国民民主としても自民、公明に近づきすぎることもリスクでであるそうなんです,なんです、ね、例えばこうやってね、うんえー、やっぱり結局、延命に手を貸すことになるんですが、はい、じゃあ、例えばこの前のやっぱ選挙のね、うん、あの責任問題は本当に小泉選対委員長が辞めるだけでよかったのか、うん、政治と金の問題はじゃあこの年収103万円の壁が撤廃されれば後回しでいいのか、うん、こういったこともねやはり玉木さんにも問われると思うんで、うん、責任は重大なんですね。ははい、はい まさに、これからの鍵を握る存在、国民民主党。の青山さんとお伝えしました。そこも原稿です。明日の根拠はなんですか。この高気圧に注目です。今日の知りたいに、全作前進。今入ってきたニュースです。